しかも5人、そしてリジェクトは A ショート5人がかりでのプッシュ。おー、 B ショートに3人飛んだ。さあただハルスが最速 TP からそのまま B ショット、しかしブライアン手前で抑えた。思い切った作戦を取ってきましたね。ブライアンのみでこの A 何取ってくるのか。さあかなり力強いタクティックス、ね、早すぎる。そしてショータの位置も確定。さあこれで押し込んできた。まずはリジェクトパーフェクト。ネルはフッカー1B ロング3アフターショック、そしてモッシュピットバックサイトに対してアビリティを入れながら張り込んでくる。ベンデル、あスポーンがもう抜きがすごい警戒している。さあお互い死にした。あかんま HP ないんで無理に出づらいですね。さあ打ち合ったところ制したのはエクステル。キャンピンディフェンダースポーンから一人は削りましたが、ショータのトレード、これで A4 ですよ。ベンデル行くしかない。スラッシュを使ってベンチは潰しましたが、しかし進行が止まってしまっている。リジェクト有利。さあトリプル前入り込んだショータ、しかしハルスが抑える。クルズも A ショート走り込んでいきますが、ショー前の初戦ハルス、そしてムート2人がかりで抑えてくる。いやラインの揃え方が非常に綺麗だ。クルズエクスティル残されたな。2人バックサイト勝負しに行った。いやそしてクルズも執念でもぎ取る。残ったのはアカメ、そこでスパイクドロップ。ウィングマンもある。そこでウィングマンに設置を命じながら勝負を仕掛ける。さあここで打ち勝った。フロムザシャドウズ、そしてスラッシュショーストッパーとリジェクト、アルティメット3つ保有していますが、ブライアン早々に落ちた。これ A ショートにいるクルズが的確にホールトライ入れてますね。そして後続の勝負も抑え切ったのがショータ。完全そのエリアをリジェクトが保持しすぎるっていうシチュエーションがなかなか取れないですね、はい、さあうまく強気の勝負をハルス制した。しかしこのショートプッシュは進行は3人、薄壁1枚の後ろで。これギャンピンの勝負も重要ですね。ギャンピン1人は持っていった。しかしここでクルズしっかりとトレード。さあハルス仕掛けた。ワンピース1キル取るとシーカー時間系分かっているが勝負をしてくれない。徹底してる。これではハルスといえどもどうしようもありません。アルティメットを駆使している双方のチームがリジェクト、ブライアンショーストッパー当たらず逆に当てられた。さあショータがブライアンを仕留める。いやただこれ浴場外のエリアを抑えきてるんでワープでカバーができる。そうランプに対してうまくエクステル抑えた。回り込んできたクルズ。さあこれでスラッシュを回している。赤目に対して裏を取っている。解除に対しては打ち込み、しかしガチかガチか、どうだリジェクト終電のガチ解除耐え切れるかどうかです。リジェクトとしてもバイパスピットの周りを警戒しなければいけないので浴場を警戒しきるのが少し難しいんですよね。さあプラントンをきっかけに仕掛けていきましたが、ね、これは釣り出したか。プラントアクションをあくまでデコイに使った。残り時間15秒。さあこれで3度目のプラント、どうだ勝ち合うか。バックサイト人数を寄せてきているがリジェクト死にした。さあフェンデルもエルボーまで張り込んでいきます。しかし赤目いやスパイクオペレーター射精パラノイア2人がかりでピッですね。さあ赤目に対してアクションを仕掛けようとしていますがスラッシュ捕まった。しかしカバー。さあギャンピンハルスも合わせる。これでフッカー抑え切ったリジェクト。そして最終は B のようなんですが、ここまで寄ってない上にフォールトライン上がってるぞ。さあゴンがなんとか、あーっと時間を稼げない。さあムートが抑えてしまった。ウィングマンの成功したが、ウィングマンを使って無理やりオープンステッチは通しましたが残されたのはデリアリのみ。さあデリアリ限界ポジ顔を出しますが一斉に打ち込み入れてきました。リジェクトに対してまずは DZ と共に突っ込んできたブライアン赤目。あーやめたカウンター。シャオに対して2人 TP。 さあこの 2TP に対しては赤目耐えきれない。エクステル、そしてゴーン。いやー唯一鬼門だったこの A ですよ。今のこの HP 状況ではめっぽう強い。これハルス挟めるぞ。さあシャオ前見えた、見えた1人 HP ないでクルズ前行った。そこで前に出る気迫で打ち勝ちます。裏から忍び寄るのがエクスティル。いや正面待ちますね。これは本命はシャワーに対してのプッシュ。ワンラウンド早い A ショートに対しても会社のアビリティで足が止まりましたね。さあアンチエコのフェンネル、そしてエコラウンドのリジェクトは A ショートラッシュ。いやただこれ浴場のエリア取られたんでサイトラ押すしかないですね。
あ、浴場取りに行った。シャワーに対して前に詰めていきましたが、ペイントなんでうまく時間を稼ぎます。そしてプランターが抜かれた。ベンチ張り付いてるが、ここは警戒される位置。ハルスも抑える。ショーター止まらない。4人目、残ったのはブライアン。プライドバトルか。抑えた。ショーストッパー持ちを抑えていますが、ここはウィングマンで接地に行く。通した、ギリギリ通した。なんとか通したが、ただトリプルはすでに抑えられている。そしてブライアンどうにかしたいんですが、ジャッジディフェンダースポーンまでは射線を向けますが、ヘブンでの打ち合い。あー見てない。ここはデリアリー抑えた。さあこれで残ったのが2人のみ。ウィングマン会長 DC も使って、ハーフ上がった。さあウィングマン抑えるが、位置がバレる。さあこれで赤目取り残されました。スラッシュを奪った。どうする。 HP は21。スラッシュ確実に取りた。避けた。しかし当たっていない。さあハーフ、しかしこれは赤目しっかり。あ、これノーセンチネルなんで裏も怖い。さあ仕掛けた。ホルトレインを合わせて前に行くが、赤目はなんとか抑えた。うわー、シャワーからエクセル。うわ、残念。残り1名消すわ。フェンネルとしては打ち合う必要性すらない。あまりに丁寧すぎる。ワイドピークですが、全て抑え切ったエクセル。見てください、 A4。 そうですね、これ寄せられてましたね。あーっとスラッシュ避難。これさあこれは突っ込んでくるぞ。デリアリーなんとかブライアンを抑えたが、トリプルでの射線。しかしランプからすでに顔を出しています。スラ来ましたね。そこに対してこう、はい、2-2 で動いてますから、ね、マウンテンまで来てるぞ。さあ赤目どうだよ。さあこれでオペレーターが落ちた。さあ X ギルも限界ポジション。しかしスタンを左しながらも一人は持っていった。そしてクルーズのカバーも間に合っている。 X ギル、いや警戒してる。さあと X ギルが先に残された。さあなんとは壁を使って、セル側の人数かけたプッシュに対して逆にこの人数で覆いかぶせるような。赤目の位置はエクセルおおよそ置いている。赤目さすがにこれは倒されました。あとは B サイトはどこまで耐えきれるかですが、さあ B 中フッカーから飛び降りたハルスはゴールされますが、ブライアンショートを倒しているですが、バッキークルーズ耐えた。中も耐えてますよ。 2v4、 あと3秒。スパイクを持ってるのはムート。さあ中チェックに来たギャンピーに対してもゴーンまだ耐えます。はなりますがアルティメットでしょうか。そしてそのまま B ドライ進行。ブライアンエルボーで耐えているのはエクセル。おーっと抜かれた。いや上から、うわー押さえた。あー相手も倒してるよね。ハズレ、ブライアン強すぎる。ハズレハズレ、ハズレベイトブーム。さあ次だろう。さあ徹底してた。あー押さえられた。さあウォールドライブ入ります。キーパー許さない。そこでブライアンショーストッパーを切ってきた。一気に B サイトに対してショーストッパーを頼りに走り込んでいきますが、いやでも何も見えない。おっと復活した、対応した。さあエクセル、そしてクルーズ後続を止めた。しかしスラッシュやりきって、さあうまくこれハルスが動けるように、動きやすいようにヘイトを取っているが、前にいたところ後ろは見れない。あ、倒れてる。おっと立ちまった。おさあここでショータが赤目を抑えて、がデリアリー裏を取れた。さあこれワンチャン2人持っていけるぞ。さあまず1人先に口火を切ったのはユージェクト側、警戒してる。裏から来た。ここはブライアン対応。さあリジェクト大チャンス。しかしフェンネルも落ち着いている。オペレーター落とした。これ設置通るとどうなるか分からないぞ。スラッシュが上がってる。そうですね、スラッシュが上がります。そしてここでリテイクレートはシャワー前押さえた。アルスの位置確定。 DC が飛んでくる。後ろを向いていてもダメ。そして捉えたのはクルズ。すいませんね、フッカー進化が難しくなっている。さあ張り込んできたが、フッカーは取れているフェンネル。クルズは逃げないでポジション。挟み込みはしやすいが、ブライアン単身突破。バックサイドの打ち合い、クルズが抑える。限界ポジション。さあクルズなんとか立ち回り続けますが、ギャンピン、ゴン、そしてクルズどちらも倒して B サイド制圧はリジェクト。さあデリアリー赤目を抑えて 1v3。 いやー丁寧すぎる。さあ全くもって体を出してくれないハルス。
キャンピには対応しましたがリジェクト。徹底してましたね。しっかりとそこに対してクルズカバー取りに行きましたね。さあムートの位置は分かった。ムートどうする、隠してる。さあブライアンであればいや耐えてるぞ。このポジションから3人持っていく、残り1名。さっきからブライアン、ブライアンが最前線で戦えばマルチキルは発生してしまう。よし、おかえり。最後はカメ、ヘブンからのオペレーター。早々にシャワーコントロール。しかしこのシャワーに対して挟み込みを狙ってきたフェンネル、エクセル。今スイッチ前に行ったが取ったんですか。しかしクルズもうまく加勢している。これで削り合った形。そしてキャンピンゴンの位置見えない。ゴンあえて際にいた。ここまで進行するか。ディフェンダーサイド抜けを狙うが中心確認してブライアン、さすがのブライアンも抑えられた。さあシャオに対しての射線立ち回るムートですがフォルトナイン動けるか。いやいいアビリティとダブルピック、動けません。こういった少人数戦はフェンネルのお箱でしたので、パラノイアの国へここは引きますがギャンピンがうまくパラノイアを返して A ショート組一旦滞留しています。さあここはショータ耐えた。そしてランプ前も顔を出せない。さあそのままイングマンとともになだれ込んできたフェンネル。そしてブライアンもショータが抑えますが決死の覚悟でフリングを止めている。さあ赤目8秒立ち回るがショートを抑えて、ショーストッパー避けた、ショーストッパー避けた、フェイントだ。さあこれは避けきれません、直撃。さあショート3人目うまくカーテンを生かしてポジションを取っています。ハルスデリアリー抑えた、カバーですね。ムート前に行きますがショーター、ドンピシャのタイミングでのピーク理解しています。なんならこれもサイトランカークルスが、さすがのクルスといえどもこのポジション一人。いやしかしギャンピン抑えた。そしてブライアン、いやサイトルの抑えが早い、サイトまで残ったのはゴンのみ。いやここは通常の目ランプ入る予定しますね。立ち回りますが位置がバレています。15対1でハルスウィングマンを抑えた。赤目とハルスが最前線ですがハルス1人2人、いやそしていいパラノイアも入った。さあこれで後続が止まる、クルーズ位置も確定。無理して打ち合ってこない。さあフェンネル立てらせるか、クルーズ弾がない、反発スタンを食らいながらも執念でハルスは倒しましたが B への進行が止まったことを確認してゴンもショート抜け、おっと確認した。さあこれでゴンがワンピック、キャンピン追いたいがショータが待ち構えている。あゴンに意識を持ってかれてしまいましたね。ハルスと赤目取れてるエリアはフッカー前のみですがデリアリー真上にいる。さあここは振り向いた、なんか後ろにいる、エクスウィルは倒されましたが赤目手前で勝負したい。しかしここは許しません。フェンネル16対16、この15、おっとゴンの位置がバレている。ただ赤目も深追いはしません。おっとここで2人冷静な打ち合わせを見せた。いやこれ手前入ったぞハルス。そしてハルスもこのポジションを取れている。いやこれ釣ってる。さあフェンネル入るしかないが入れない。あと30秒ハルス先ほどのラウンドに続いてこの B ロング前の入り口で立ちはだかります。さあうまくパラノイア左下のも一人は持っていきましたが、パラノイアフターショックで確定キルでしたね。会社のアビリティで止まってしまいましたね。なるほど止まりました。フォールトラインとそしてグラビティウェルにペイント弾と、しかしブライアンショータを倒す。さあこれエクセル挟み込んでるがブライアン2人持っていった、ブーブーすぎる。取り返しての A。 さあついにこの戦い決着を迎えるか。しかしウィングマンを倒した大将はウィングマン釣りでしたね、キルです。さあハルスが見逃さない 2v4 でのリテイク。フェンネルクルーズランプ取り返しはできない。スパイクは目の前、しかし敵は4人潜んでいる。ベンチ射線のギャンピンが抑えた。さあまずはファーストマップバインド、エリア取り直しはいかなそうですね。フェンネル中央の取り返しをこのアビリティで匂わせていきましたね。さあここはバリアオーブ裏に待ち構えていたショーター打ち合いを制してそのままエルボ進行、
赤目も大ダメージでしたがヘッドショット、クルーズ落とせ。ただクルーズはファイトない。おお、ここで仕掛けた。ハルセ設置もくれた、早い仕掛け。しかしエクステル、またしてもマルスキル解除阻止。いや、エルボーからショートを回ってる。さあまずはブライアン、襲いかかった。エクステル落ちる、そしてギャンビオ、おーっと裏からデリアリー回ってきた。2人が別の車線を敷いてくるが、いや3方向、いやこれは的を絞れないが1人を持っていった。さあフェンネル落ち着いています。クリアリングされているんで、いやこれトップ抜けだ、トップ抜け狙っている。さあエクセル、サイドの中で耐えれるか。味方はトップ抜け、そしてエクセルサイドの中で耐えす。クルーズもトップで変わる。さすがのリジェクトも予想外の動きを決められてしまった。赤目スモークのわずかな隙間でデリアリーは倒しますが、されてしまいましたからね。さあこれでフェンネルを生かすために武藤が体を出し続けます。でも4対4の状態で無給理だが、おっ手前球が、おっと動かした、見事なペイントダウン。ドライピーク進行。さあエルボーが上がった、ギャンピンの位置。クルーズもギャンピンを警戒していますが、サイドの中、ハルス、立ちました。エルボー出れないぞ。さあこれで、そしてスローも入って、シーズも入ってきた。ショータといえども動けません。いや抑えきった。このか細いカスは寄せているが、さあショーストッパーで勢いよく突っ込んできた。ショータを打ち落とせない。むしろ上から中目、ポジションを変えましたが、木の隙間見逃さなかったエクセル。ギリギリまでデリアリー残ってましたからね。もう正面がかなり警戒しろよと。 3v5、 まずはディフェンダーサイド側からギャンピン、ショータを落とせ。さあフォートによってゴンの位置も確定しましたが、カバーがしっかり投入することはできますね。さあムットンの位置には駆け寄ってきた、1人2人。さあここはデリアリー、攻めオペは継続させるようです。ギャンピンは引き続き B メインコントロール。ただこれ、しかし忍び寄ってるぞ。ドライピークの進行、2人倒した。今これ A 前で当たってきていたんで、もしかしたらこれは大きなダブルキル。しかしエクスティル、ドライピークを刺して、たおっと、そしてハルスの位置を潰しきれていない。フェンネルどうする、先にギャンピンを潰した。ここはしっかりフェンネル人数を寄せている分、カバーラインに対しても警戒できていました。いやこれレコニング打ったとしても当たれませんからね。さあこのレコニングをきっかけに前に行ってる、赤目ワンブイワンまで持ち込んだが、エクスティルに対して、さあ武器拾ってる、武器拾った、 HP45、 しかしシーズがある。ガチガチ、ここでハウマリンだよ。鋭いピーク、鋭すぎる。さあリジェクトも人数を寄せています。これ赤目はリピークするか、バリアを倒したわ。クルーズシェリフ、ここも抑えた。そしてエクスティルもムートスラムを倒しました。いやこれブライアン当たりに行くしかない。手前で倒しに行きますが、さあブライアンのリコイルが、いやただこれバリアオブロ、ここは解除ではなく削りに行くようですね。しかしゴーン抑えました。6対2、バリアオブが晴れたタイミングでの続けているぞ。 A 前の取り返しの動きですね。さあムート前に、あショータ当てる、当てに来た。いやこれ B メインでもこれエクステルつってるんで AB どっちかまだ確定できてないですよ。さあリンク前も倒した、ショート3人目ね。さあフェンネルは裏引いていきますが、あ裏のポジションデリアリーを倒しました。おっと襲いかかっているか、クルーズ倒す、倒抜けの部分もしっかりと3人で警戒取れてますね。3人ですね。ギャンピンのポジション勝負仕掛けに行きましたがクルーズ倒れます。そして A メイン3人、ブライアン、ブライアンのリコイル精度おかしいぞどうなってんだ。さあこれでリジェクト3人、パラノイア避難してしまったが一旦返す。そしてブライアンも体を寄せられているが、後部で逃げ切れた。ショータ変異を取り返します。さあリジェクトはディフェンダーサイド側、あこれ押し込んでいきますが、見えるかですね。ここで
ハイテドですが翔太4人さあ残ったのムトロミ大丈夫超えれない前に行けないチェックメイトフェンネル見事なリテイクです仕切る前でしたね翔太アウトローもう一人冷静ですねさあ赤目の位置も確定しているもう一人翔太3人目そこで本当ハルス対応しきれるか4人なだれ込んできたギャンピンコンは倒すがこれは限界となりますがリジェクト早い仕掛けミッドからのマーケット抜けただ B メイン取り返してる B メインは体で取り返してるデリアリー後から打ちましたがギャンピンに対して打ち勝つそして翔太耐えているがいやこれ十分すぎますね B メイン取り切れているのでこのまま B 設置して高めパラノイア避難いやしかもこれスポーン壁閉じてるんでちょっと警戒しづらいここスポーンからやってきたゴンゴンを倒すがバリオーブ視線を切った瞬間すでにメインからを張り込んできていたいやはりフェンネルの3セットサイト4そしてメイン1という形ですがリジェクトのリテイク滝とそしてディフェンダーサイドから挟み込む形ですがさあゴン耐えきれないギャンピンそしてハルスなだれ込んできたエクセルサイトの中コム奮闘しかしこれはさばけませんこうしているフェンネル落ち着いて A に対しての進行ではなく B にローテですレンク抜けフラッシュ倒してデリアリー完璧なタイミングでのピークでしたが来ましたオーバードライブしかしこれは翔太うまくこらえましたしかもここで焦って A サイトに入らないっていうのもねそうですねしっかりグルーピングしていますエクセルキャンピオンを倒して残ったのは亀ですがゴーン自分自身でさばいたピント弾使って思い切って潰しに行ったんですけどねゴーンがブライアンを倒してこれで人数有利はフェンデルそしてシナカおっとスティンガー耐えたムトなんならまず耐えてるさあムトは潰したがあいい後続ガニのパラノイアですねバックサイト赤目はどこまで進行するかゴーン勝負してきた残った残ったのはハルスさああえて踏み込みますしかしエクスディルしっかりとゴンのここでニューラルセットさあ大きく情報を取ったのはフェンネル側すでにエクスディルが入り込んでるエクスディル待ち構える形です先前しかしギャンピンエクスディル押されたさあゴンどうするバイパスピット抜けた勝負を仕掛けたゴンリテイクいけるかボルトマインと合わせた確かにいったさあしかしここでロリさんロリさんを切ってきたディフェンダーサイドにもう一度押し戻されてしまう、うん、ムートこれは顔を出すことはできませんこれはもうプラント前に仕掛けるかプラントオンでファストリテイクの動きですねいやしかし自分たちからきっかけを作っていったさあツリーも抑えるいやハンターズフューリーが大事だドタンパネルハンターズフューリーさあクルズもバックサイド押し込んだこれによって残ったのはブライアンさあブライアン 1v1 レコーニングもあるですかねさあクルス立ち回るがここで待ち構えているブライアン読み勝ちですねいけるか見えたさあゴン前に行くしかしこの B ラク赤目が抑えた誰かしら無理するしかないぞ 3v5 無理をするのはゴンですさあドロップ前1人倒したペイントダウン釣りましたもう一人は持っていけないしかし翔太つないだペイントダウンさあブライアンドロップから翔太ワンブイを仕掛けて赤目オペレーター横を取った翔太クラッチさあ行きました入り込んでいくしかし今回エクセル残す形しかし B 前のラークは赤目が抑えましたデリアリーオペレーターどうするかフラッシュを使ってオペ車線を無理やり遮るがエクスティルの動きやはりバレていないあと30秒そして翔太入り込んできたショーストッパーブライアンが溶けてしっかりと滝に対してジャンピン前に行くバイクを一瞬スコープを外していたところハルス無理やりエイボー振り下したいやただどこにいるかまでは分からないここでロリンさんだ捕らえたハルスの進行遮ったのはローリングサンダー
残されたのは赤目ですが、これは厳しいという判断。 1v3 セーブの判断です。しかしエクセル前に行ったところは赤目気づいています。サンセットを彷彿とさせるかのようなラウンドの取得、うん、いやもう7対3本当に。さあここでもうこっち切ってきた翔太、しかしうまくハルスが止めます。あこれ後続スネークバイトリレーボールとでこの展開を受けて赤目すでに A リンク車線を敷いていた。うわ当てる。さあ何も見えていない中当ててきた。そしてゲルト、さあこれは対処できません。さあゴン、なんとかハルスは倒したんですが、そうですね赤目がおっとここでパラ。さあオペレーター車線はかいくぐったが、すでにファーストリテイクの形を取っている。仕掛けてきたがショーストッパー、ハルス、しかしハルス90度振り向いた、囲い込んでる。さあ残ったのはデリアリのみ、ワンビーツ。ただ時間がありません。5対7時間よりも早い。当たり込んできました。そしてメインはギャンピンのみが残る形。これリテイク早いですよ、これ。ここはディフェンダーサイドゴン、武藤は倒した。さあ待ち構える形は取れている。リジェクト、このトキシックスクリーンが降りて打ち合いが発生。まず制したのはデリアリー、そして頭いくのポジションブライアン、ラインを下げたが HP がない。デリアリーを倒すがボルトライン、おおブライアン反応した。HP の後さあここで前に行くフェネル、赤目耐えた、耐えてる、うわー HP、ここはかなりメインに対して引きましたね。さあベルトまではなだれ込んできているぞ。赤目最前線で逃げれない、おっとここは受けきれない。武器が取られてしまった。さあ武器取られましたね。これメインマウンド3人ですが、解除が止まらない、通ってしまったスリフティー。さあハルスがれき前、ショート押さえて、いやでもこれ横に広げている分、さあ手前で当たり切る判断ですが、リジェクトも打ち勝ってくる。そのエリアに対して警戒をしなければいけないという状況を作り出せませんでしたね。さあこれギャンピンがロビー管理、しかしハルスの位置を押さえた。さあこれでニューラルセット。さあデリアリー挟まれてはいます。ごめんわ。さあこれで視線を切った瞬間張り込んでいる。さあここで解除、ただ解除に対して忍び寄ったが、ここでデリアリー打ち勝った。間に合うのか、どうだ間に合うのか、どうだどうだ、間に合ったフェンネルはリテイクの形、すべてがディフェンダーサイドからの形となります。いやしっかりとエリア引いて相手のアビリティをまずはかわしますね。さあここで翔太赤目を通して前に行くゴン、そしてここでレコニング階段からの発動。このレコニングで時間を、いや当たりに行く。さあこのレコニング発動を受けて勝負を仕掛けるブライアン、しかしコントロールを残しているフェンネル、飛び出し不利ですが、さあスパイクに対して踏み込んできたブライアン。さあゴン解除を出しつつ立ち回るが、しかしここは時間がない。いやもう時間稼ぎは十分でしょう。ギャンピンは一切つけませんでした。やれば A は引き目だろうという動きで、さあエクセル顔を出す。さあこのポジションこれはバレていない。いやしかし球が入った。いやしかもそっから B。 さあこれでさあ B 中設置、バイクを設置。いやローリングサンダー構えてますね。そしてここでローリングサンダーアッパーに対して積極的に打ち合ってきます。 3v2 人数優位はリジェクト。さあクルズまずはサイトのチェック、しかしアッパー前、さあ赤目をなんとかいなした。いやフォールトフラッシュを受けつつ、いやこれはもう立ち回るがクルズこれより前にはいけない。待ち構えますが打ち勝ったのは武藤から、ね、さあここでローテしたのがリジェクト B 前、しかしここは翔太うまく抑えました。全体的に引き目配置でまずは位置がバレた相手が焦って詰めてくるところを抑える、相手の抜けを抑える形を取ります。さあ後部越し、これはプラントもできなかった。お見事なラウンドですね。ゴンのポジションは一旦動かされるが、
ただスタンにはなっていない。滝抜けてる。さあハルス、ラックの動きだ。滝前、そして胴を開けて。ただこれスポホンダーの情報ともないんで正面のリテイクが少しきついですね。ブライアン滝のエクセルを襲した。さあディフェンダースポーンに抜けてきているが、おっとここでハイヤーネオンですね。ハルス仕掛けにかかっているフェンネル、キーメインがかなり苦しいチームと落ち着いて自分たちのいけるタイミングで仕掛けていったフェンネル。挟まれているぞ。リジェクトキャッピン、こじ開けてきた。フェンネル壊さず立ちまった。さあスパイクがまだ遠い。リジェクトが苦しい。重心が見えた。キャッピン立ち回る。前に行けない。ショータも落ちる。残されたのはクルス。ブライアン立ち回る。時間を稼げばいい。ホールドライン、ホールドラインと合わせて赤目取っていきましたね。さあここで岩井さん来ましたね。このオーディどうだろう。おお抑えた。エクセル。さあこれで中に潜り込んでいきますフェンネル。そして武藤もリテイクアビリティ手前で吐かされてしまいます。さあゴン、フラッシュを受けながら、いいフォールトラインですね。さあスティルデリアリーが控えているのでもうゴンとしては時間を稼ぐだけ。さあゴン飛び降りには冷静に対応。しかし赤目うまく続けました。ペイントラン、そこで会場に対して、ああデリアリー、おっと抜いてきてるが、どうだ、走り込んだデリアリー。今度はもうペイントダウンしっかりと避けて、つけづらいカメラになってそうですね。さあ一方的にバレている。いやー、カニやる気が見えた。そして仕掛けた。さあフェンネル、カウンタープレイでしたね。やり過ごしたブライアン。さあキャンピン、キャンピンもアッパーに対して積極的に打ち合っていきます。いやーださしかしエクスティレイ、ブライアン落とすが、さあドロップ落とした。そして正面キャンピン耐えているが、耐えているぞ、カバンが間に合った。あーこれでクルーズしっかりと間に合わせました。 1HP ヘルミド入り込んできます。いやーこれ夜がゲートクラッシュで飛んでる。最前線はショータですが、このゲートクラッシュでヨードの動き、しかしいやでも A メインは入ってますからね。今度 A メイン抑えてるぞ。さあゴン、そしてエクスティルも合わせた。これで A ショップは完全にフェンネルが抑え切ります。こうなると、そして赤目もかき乱している B 側ですが、クルーズしっかりと2人で、そしてオーブ取った。しかしオーブはやりすぎだろうと、ハルスのラークを抑える。そしてブライアン A 中へのエントリーですが、おお打ち返してデリアリー一瞬にして抜かれてしまった。そして赤目も後方のエクスティルを抑えた。どちらかというとこうダブルドア側サイト横を耐えるスモークではあったんですが、さあショータ削ったがブライアンまたしてもヘッドショット。後方から車線通せる位置ですからね。さあゴン前に行く。残り1名。さあムト、ブライアンもう無理しないでしょうね。ほら来る、顔出すがゴン間に合うか。おたきおた、ここでうまく1人は削りました。うん、 B 側のセット今度は本命。さあトラップワイヤーはデコイがうまく引っ掛けてくれています。ブライアン、あー出されてながらショートも耐えきれませんね。デコ、そしてショートは止められない。ただなんとか人数という形でリジェクト耐えのポジションを取ります。さあキャンピン重工見えた、重工が見えてクルーズ先に倒された。そして B 面進行、キャンピン自分自身で抑えた。あ位置もバレています。 X ミル、これは厳しい展開。セーブしたい武器ですが、トンネル前しいますが、ガーディアンでブートがイメージのドリフト。 B サイトに対してブライアン、ただこのエルボー速い裏攻めのショーター、ブラインドサイトを2発目。さあここでそのまま出現、そしてハンターズフューリー、サイトクルスが耐えてますね。さあこのクルスのポジションでセットを仕掛けて B 側の意識を植え付けた後でディメンショナル、これクレジット余裕あるんでフェンダーサイトまで単なる味方に方向入れて走ってきた赤目。さあショータは倒されてしまった、オペレータードロップ、止め切れるか。次はドイツだ、ディメンショナルドリフト。いやこのディメンショナルドリフトある時のオペレーターって差し出せないんですよね。これも2人は死にしていますが飛んだ
さあゴン、ゴンが抑えてるぞ、ゴンが B メインはゴン、あの車線もありますからね、これさあゴン決めた、しょうがない限り動きませんからね、はい、動きませんね。さあこのクルーズの位置とハルスの位置、ただサイトがいやこれもう一人メタルのギャンピも注目ですよ。さあ裏を取られている、ハルスが動いた、そして石垣赤目一人削ってメインからは二方向の車線があるが、エクセルオサル、いやこれメタルで一回、さあうまくフォーカスをずらしていった、最後の最後までやはりハルス、これ以上上等と。さあここは絶対にキルを取らなければいけないポジションなんですよ。エクセル食ってる、ベイトした、さあこれは大きなキル十分ですね。しかしハルスのラーク人数より、さあフェンネル側は情報が露呈したが、おおミッド勝負、ショータハルスに対して打ち勝つ。さあ赤目 1v3 の状況、ブレードストーム、ブレードストーム来た、アビリティはブレードストームのみですが、デリアリーショータを倒したが、ハルスケージ抜け待ち構えています。さあジャンプいく、いや偉すぎる、2人がかり、ゴンは残り HP10 ですが、そして2人サムト前に行く、これしかしやはりゴーストの場合なので強気に打ち合ってくるぞ、頭1個エクセル、ロンポジションも良かったんですけど、サムトをさばいて、さあブレアも倒れた、キャンピンもう1人、しかしここはゴン、ブライアンももう飛んでるぞ、いやこれもう B 側のフェイク呼び切ってますよ。さあこれは B に対して人数を寄せられている、リジェクト、しかしショーター抜き返した。さあハルスも立ち回るが、頭1個抜いた、しかしドローンで位置がバレている、ブラインド入ってるが赤目も間に合った、これで重心も見えている。さあ赤目挟み込みにいった、仕留めにかかる、うまい、よく耐えた手前。さあここはうまくゲートクラッシュで相手に対して意識応答を図ったがゴン、 TD からしかしベルトギャンピン、うまく進行を抑える。さあブライアン一旦フェイク、テレポートを鳴らす、そしてブラインドサイドも残っているが、上から、もう上からです、ファイヤーを警戒していたために上の2人がかりでのリテイクとなりますが、前に行くハルス、さあまずエクセル、しかしここはしっかりとトレード、会場が鳴るまでは全くもって顔を出す必要がないと。最後はクルスです、なだれ込んできています、そしてスパイクを渡す、さあ接触なのでリアリー、おっとここで1人、さあクルーズ落とした、しかしゴン前に行きました。さあメタル射線、しかしショータも踏み込んでいる、さあアンチエコということもあり強気に打ち合っていきます。敵残り1、武器を持っていたハルスも落ちて残ったのはブライアン、託したこの敵の位置情報、これを生かしてブライアン、まずはショータに襲いかかりますが、ショータ今成功しましたが、まだワイヤーは残っている、引っかかったが、ワイヤーは切った、いや抜き返した、エクセルハルス落として裏、おっと赤目は1人はもぎ取ったんですが、いやー全部取れたが、リコンも入ってきた、さあリコンも返す、双方はリコン、こうなるとそしてブライアン仕掛けた、クルーズ対応した、こうなると B だぞ、 3v5 人数差ある状況でのリテイクとなります。ハルスにはショータ仕掛けた、さあキャンピンショータの位置見えた、気づいた、対応した、しかし裏からゴーン、フルで吐いたラウンド、フェンネル見えてないぞ、ここで削りに来た、この一本は大きい、殲滅成功、中央展開。さあこの状況赤目依然として強気、重心が見えた、二人目立ち回る、しかしエルボー後ろからエクセル、なんとか赤目は食い止めたが、メタル側のアクションで A メイのブライアンも引かされましたね。ここでクルーズが打ち勝った 3v3、 しかしブライアン間に合っています。俺がやる、さあここでディメンションドリフト、取られた、ゴーに対してどう仕掛ける、ブラインドサイド
そしてスパイク落ちた。ブライアン情報取れている。ただ脇切った。さあクルーズ潰しにいってる。ゲートクラッシュ。うわあ、赤目置いていた。いやもうこれ BA4 だぞ。さあこの状況フェンデル通せるか。詰めないぞこれ。前に行けない。抑え切っている。リジェクト登ったのはショーダー。オーバータイム。リジェクトこれ B なだれ込みとなりそうですが、サイト中のショータのキルポジションですよね。そしてまたゴンも待ち構えているが、さあショータ80ゴン抑えている。ゴン4人。またしてもゴンが全て抑えた。スパイクが取れないポジション、先ほどのデジャブです。キャンピン立ち回ったがエクセル2だぞ。手前はブライアン、この位置はどうする。あえてドライでいくのか。ブライアン1人目しかしゴン。ブライアンを倒して、さあここでギャンピン。赤目もメタルから射線通せる限界ポジション。さあデリアリ見てる、間に合ったんですが赤目を抑える。さあゴン、プラントすればバイパースピットあるが、いやさせないためにサイト降りてきましたね。最高拾って前に行く、倒してきたチームエイス。ただ A には寄り切れている。いや B ローテ、さあここから B に対して走り込んでいっている。さあブライアンのオペレーター、いやこれ赤目の動きも気がかり。 X にも落とされた。さあフートガーディアンで2人落とした。ディメンシャルの人見えた。しかしここで位置がバレる。クルーズ立ち回るがカバーキル、ずっとしっかりとカバーキル。でこの A メインの、はい、挟み込まれる危険性承知の上でいくのか。いや B メイン、ブライアンまずは B メイン、これでも A しかない。いやこれ A メイン抑えられてるんで、情報ない以上スポーン側か他のエリアに広げるしかない。さあここでうまくクルーズキャンピンとの打ち合わせでした。あとはこの赤目の A メインキープ、プラント、おお抑えた。デリアリさあリージェク、そしてここでネストからゴンがやってきた。さあサイト組厳しい状況、 DD から合流を図るゴンですが、サイト2耐えれるか。でゴン1人持っていってフェンデル、ディメンションダブルドリフト、ポジションも変えられる。ムトといえどもこのシチュエーション厳しいです。リジェクトミッドを使ってきました。ただこのトンネル部分はかなり警戒されていますよ。このネスト前と、そしてゲートクラッシュ消えた、壊されている。ちょうどよし、ハウスのラクダ。さあゴン、ここでは耐えきれない。いやまだサイト中にはデリアリーがいる。デリアリー潜んでいるが仕掛けだ。さあうまくカバーラインから潰した。赤目これは対応しきれない。ワンブツまずは射線、そして立ち回る。しかしこれはスパイクが見えない。ブラインドサイド避けながら打ち合った、ハーフまれている。2発抑えた。デリアリーから一旦引くようです。これ B メイン抜けてますからね、エクスティル。さあ B メインワイヤーをあえて切らずに射線で解決した。さあエクスティル切り開いたぞ。しかし赤目が耐えている。さあ赤目ポジションを自分で作る。ただ赤目はもう限界だ。赤目どれだけ持っていけるか。バックサイド味方の合流を待つが、あえてここでドライ、そしてデリアリー詰め余った。ミッド赤目一人はもぎ取る。ツーオンツーツーオンツー。ブライアン裏から迫る、裏が速い。さあこの裏の射線カバーできるか。どうだ、もくあった。さあギャンピン正面の打ち合いすれ違ってる。さあブライアンが先に勝負したいが、ギャンピンクルーズがうまく踏み込んだところ、裏からです。リジェクトをつないだ。これブライアンリポジショニング早い。ブライアンフラッシュを持っているので、ここ回り込む判断ですね。さあしかしサイトに対してフェンデルキャンプしてしまった。仕掛ける、壁を消すわ。あとはメイン組がいかに耐えれるか。リコンも入って打ち合いに行く。フェンデル制した。人数でいった、前に行くぞ。さあここで解除、解除に対しては抑え切った。フェンデル振り切れています。さあスイッチが開いた、リコンも入る。ブライアンいつ仕掛けるんだ。ここだ。さあスパイク落ちた。いやメタル回しが止まってる。ブラインドサイド、なんだろ、 A 面抜けた。チャージ切れだ。さあここでクルーズも落とされた。スパイカー落ちたままです。さあゴン仕掛ける、ドアの仕掛け、ここも抑えた。ブライアンショータオペレーター、ワンブイスリーグレイドストーム。
残り HP は20、あと10秒、打ち合ってくれない、リジェクト。最後はハルス、さあオーバータイム、うまくかわした、ショックボルトを避けている、避けているぞ、なんとか耐えている、いやでも斉藤早いぞ、そして赤目迎撃成功、ゴンも落ちた。さあクルスの車線、赤目そこも勝った、さあリジェクト、まだ生存してる。ここでブライアン、うわ、リコも壊して限界ですが耐えている、キャンピン打ち合った、カバーライも読んでいるがデリアリー突破した。さあフェンネルはサイト2、そしてディフェンダーサイドにも1人います。このゴンの位置は対応しきれ、サイト中に2名と病がない。赤目もう一度 DT から前に行きます。しかしブリッジのゴン、ただこれギャンピンのこれ取るときはメタル低下しますよ、噛み合いますよ、ギャンピン、ギャンピン倒した。さあこれで挟み込みだ、フェンネル注目はダブルドアのハルス。さあメインに対してオールドロン、この状況になるとハルスはもう自分から行くしかない。ここはブライアン完成しますが全てなぎ倒したフェンネル。さあハルスの位置も抑える、残ったのは赤目のみ、赤目1人、ワンブイファイブ、これは見逃しません。さあフェンネル、さあショータ、ベルキオトモ強気のポジショニング、しかしフェンネル B メインに対して3人駆け寄っていった。さあショータは排除、どこまで耐えれるか、あとは赤目の動き、ワイヤーがある、赤目仕掛けた、2人敵残り1、エクセル死にした、1がバレる、うお立ち回った、これは位置が分かっています。ブライアン残り HP9、 さあクルズもエメイ、ツイートに当たってきた。さあスパイクトラップ、しかしブライアンなんとかデリアリーは落としているぞ、これエメイ、さあエメイ取り返せるか、ギャンピンが耐えてる間にハルス挟み込んできた、エクセルの爪も赤目が抑える、残ったのはショーター、そしてゴン、ディフェンダーサイドからのリテイク、赤目引かない、ファーストリテイクですが強気の赤目をうまくショーターいなした、1キル取ればディメンシャルドリフトでリポジショニングができる。ブライアン仕掛けたがショータ抑える、さあフェンネル取れるか、ワイヤー引っかかったところ、抑えきった、横ついてる、嫌な予感はしている。ゲートクラッシュを破壊してドローン、さあここで赤目動いた、もうタイル立たずに、おおエクセル落とした、おムト次第ですね、動きを待つ、動いたゴン前に行く、さあキャンピン、そしてブライアンもサイトの中でポジショニングを変えていきます。そして赤目が忍び寄った、スパイクドロップ、ショータの落ちて残ったところも見逃さない、チャレンジャーズジャパン2024クロスが組める状態、サイいや偉いです。フェンネルはドライピークの進行、しかしここはムート、おお上下車線対応した、ヘッドショット、いやしかも後続もゼロポイントで確認して、今ブライアンとハルスがスイッチしましたよね。さあフェンネルは3人でミッド進行ですが、ハルス警戒している、エクスデューの車線を抑えて、そして前目のクリア大きいですよ。さあゆっくり行きました、スクリーンからここでディフェンダーサイドに向けての設置でしたが、しのめに行くが、ウィングマンですね、ウィングマンによっておのずとショータのいられる場所が限られる。ここでまたしても武藤です、設置ができませんね。エルボの進行に関してはハルスが抑えてますね。あ、なるほど、2人がかりで抑えてますか、はい、ました。さあブライアンの車線、ほらここはうまくトレードをつなげて前に行きますが、かなりハルスは強気なポジション、ハルスアンダーでの待ち構える形、さあフォア落としたぞ、ベンデル、そしてアンダーに対してもカバーを仕掛けたところうまくカスケード、フラッシュはもうない。そしてディフェンダーサイドオーバーピーク、 XD 落として、開幕の敗退ですからねフェンネル、おっと視線を切った。さあここでレコリングに使った、どうだ、あーっとゴンがそのまま詰めてきた、今サイバーケージでタレント隠しましたね。しかしブライアン後ろを取っている、さあディジーによってミッドがうまく抑えきれるかと思ったんですが、フェンネル押し切っている、さあ残ったのは赤目、
ワンベースリー、赤目挟んで挟み込んでますね。ゆっくりいきますが、雪だるまとイエロー、さあイエロー車線を遮りながら赤目ワンベースリー、さあ翔太対赤目ジェット対決、赤目ここでハーフまでこぎつけた、反応したんですが翔太プッシュしなければ接着ができません。奥まで行くか、さあこれおそらくハイタイドの形的にミッドに対して車線を通して取りに行きますね。マリックですが、キッチン前武藤、いやただ赤山カバーに入った、さあ翔太僕抜けは抑えた、ミッド3人、さあ翔太ユーロセフト見せ続ける、ユーロセフトが入ってブライアン落とした、ワンプイワン、ここはギャンピーしっかりと落とし切りましたね。選択肢も取れますよね。ここは雪だるま側に対して翔太踏み込んできている、抜けてきた、さあムトが倒れて、いやこれゴンが残ってる、どうする、ゴンハルス落としてプラントン、さあプラントンに対してギャンピー仕掛けた、クルーズ落とす、そして赤目クイックショット、いやこれおのおのが分断されてしまってる、設置も通っていません。あさあデリアリー、ここでブライアン打ち勝った、託されたのは翔太、いやーこの立ち位置はしっかりとキャンピングが警戒している、あえてピットの中仕掛けた翔太、プラントを鳴らす、相手を動かす、15秒、垂直入り続ける、裏回りもうローテア不可能、2回と勝負、5秒3番目はどうする、キャンピング冷静に、うわー、ショータ翔太、そしてすでにギャンピーも寄りが間に合っている、4人います、しかしクルーズエルボー抜け、ブライアンとのワンプレーを制して前に踏み込んだがムート横から刺す、さあデリアリーニューラセフト、しかしギャンピー自分自身で対応し続ける、さあデリアリー立ち回ったが、ここはハルス、ああ味方待った、スポンから車線通る、赤目のカバーを待ちます、デリアリー抑えきれず、さあリジェクトうまくを一方的に獲得します。さあ今回はフェンネルミッドに対して強気なアクション、そしてイメージでしたが赤目見事な反応、しかし翔太負けじとミッドでキルをもぎ取りました、形ただここでスポンの展開、さあブライアン、ここでショータ踏み込んできたが、ブライアン高速を抑えている、いショータがすごいスピードしてる、ショータまだ耐えてるぞ、スクリーン前ネコリンを頼りに、ただアビリティはありません、エルボーチェック、おおショータ打ち勝った、セーブの判断ですね、セットか、さあこれはディフェンダースポーン飛んでる、ただこれは以前にも見せた動きかなり警戒されていますね、のポジションまず抑えたのは赤目、ただ赤目も前線を下げさせられてしまっています、いやただギャンピー引いてないですよ、さあここは赤目うまくクルスは倒したが、なんならデリアリー、いやただここに関してはデリアリーが、さあおっとスラッシュ、さあこれはいや打ちどころを変えなければいけない、ウィングマンを連れて苦しい中心をあえて見せた、打ってみろよと、最後の一人だ、さあブライアンどうする、イエローからまずは排除、時間がない、しかしハンターズフィリー絶望ですね、さあここでこれ一発倒れるぞ、おっとこれはどうだ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 、通らない、いやしづらいトラップアイア引かれてますからね、さあ A セットで前に行きますが、ワイヤー壊しましたね、またしてもショータヘブンからです、さあサーバー裏ここは排除成功、ブライアンゆっくり立ち回る、アンダーパパキル押さえて、ただショータ3人目、プラントンを聞いてショータサーバー前、ギャンピンがショータを抑えた、そしてブライアンアンダーのデリエリを抑えて、残ったのはゴン、ワンブイツバイクを設置、そこは1人倒しましたが、すぐそばのカバー、もっと、いやしかもウィングマンに任せない、手前で使ってましたかね、さあここは2回での打ち合い、赤目が倒れた、ブライアンうまく武器拾い直したが、エクスティルメイン取り返した、今度来た、さあ踏み込んでるぞ、挟まれてるか、ブライアンなんとか不安要素を排除、しかし
間以上ハーフまでいっています。まだダッカバーがある。さあゴン、イエロードの打ち合い、そしてハーフ、ガチ会場、ガチ会通した。さあキャンピン立ち回り続けるか、挟まれた。さあこれでギャンピンを潰しに来 れるフェンデル潰しきった。しかしギャンピンに対してのカバー、これを寄せていたんですが倒しきれない。さあフェンデル競り勝ってる。残ったのはハルスのみ。これが本命。上から翔太は上から射線を敷いている。勝つミッド、翔太ここはうまくハルスも合流した。ミッドに対しての強く勝負はイジェクト、あとは見えてる、まあ、抑えているが、コーンブライアン落とす、2人目いたらず、赤目がトレード。さあデリアにもずっといきますが、スポーンで待ち構えていたハルス、色見えますね。さあこれは B 側ギャンビー打ち勝つ。あこうなると右側によるところ、これはどうだ、ハンターフューリブラッシュブライト、デリアにも倒れた。しかしゴンなんとか粘っている。これで BA のルートは切り開いた。しかもギャンピンのポジショニング、さあギャンピン見逃しません。ムートの位置が分かったが、ムートに対してフォーカス当てているところ、ワンピック成功。ここはブライアンですね、しっかりとカバーです。切り替えましたね、陽動です。さあこれでラークの動き、ハルスどこまで行くか、踏み込めるか、ディフェンダースポーン、いやとりあえず使った。さあバイパースピットはなんとか、さあブライアンレコリングを避難しながらもなんとかギャンピンを守りたい。いや抜いた、さばいた、ギャンピンも落ちた。しかしここはエルボー。さあムート1v3、ここでもゴンとショーター合わせた。ムートローテポイント、おお確認。さあ4人抑制どうする、エクスティル打ち合った、ゴン何した。さあキャンピンゴンに対してトレード、エクセル、マニクル、ハルス、打ち勝った、エクセル、さあチャンピオンまであと1人、ギャンピン、耐えきれない。バロラントチャレンジャージャパン2024